はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。3時40分をちょっと回りました。8月は17日の土曜日でございますね。17日でして、15日が2日前なんですね。で、15日というのは皆さんご存知の通り終戦記念日と呼ばれるですね、日本が1945年に連合国にこう負けた日と、まあ、実際には8月14日にポツダム宣言の受諾を連合国側に伝えているんですね。でも15日にそれをですね、周知徹底するために、時の昭和天皇陛下が玉音放送で日本国民にですね、それを伝えたわけですね。負けたよということ、まあ、分かりにくいんですけども、まあ、聞いていれば大体ですね、ああ負けたんやという感じになります。で、8月15日は日本にとっての記念日なんですけども、伝えたのが14日です。で、降伏文書に署名をしたのは9月5日やったかな。東京湾にやってきたミズリーというですね、戦艦ですね、アメリカの戦艦の上で、戦艦のあれ、艦上でですね、日本のですね、東郷重則やったかな、という外交官、外務大臣がですね、降伏文書に署名をしました。ね、まあ、なんで正式には9月5日ということにはなります。でも、まあ一応精神的には、日本人の精神的には8月15日、ですね。だからこの日にですね、いろんな行事があります。そのいろんな行事や動きに対してですね、ぐちゃぐちゃぐちゃといろんなことを言う人々がですね、日本の周りにはいるわけであって、まあ韓国と中国ですね、まあ北朝鮮もない言いますけど、まあ、あれはどうでもいいわけですね。で、昔ね、こう安倍総理の時にですね、安倍総理がですね、8月15日に靖国神社にですね、参ったんですよ。お参りをしたわけですね。これに対してですね、時のアメリカの政権が失望したというふうな、まあ要は抗議に似た形のことを伝えてきたんですよ、外交ルートで。なんやなと思いましたよ。何考えてんやろうと思いましたけど。で、安倍総理はそれにかなり怒ったというふうに伝えられています。そんなんやったらアメリカ協力せえへんでと。基本的にね、靖国神社というのはですね、日本の神道というですね、宗教が絡んだですね、まあ、宗教施設なわけですけども、これはもう明治以来ですね、戊辰戦争以来なんですけどもですね、この国のために戦った人たちをお祭りするというこのあれでして、そのまあ施設でして、まあ、宗教は絡んではいますけども、別にそんなもんどうでもいいわけですね。アメリカの大統領がですね、大統領の宣誓をするときに聖書に手を置いてやると同じようなもんでして、日本には神道というものがあって、神道のですね、大元は天皇陛下なわけですよ。だから日本国と神道とは切り離せないんですね。その靖国神社に安倍さんが参ったということで、あの時のアメリカの政権が文句言ってきたんですけど、その文句言ってきた政権はオバマなんですよ。もうろくな人間ちゃいます、オバマっていうのは。ものすごく映画腰の綺麗事好きでですね、世界に核なき世界をというふうに一言言うただけでですね、その翌年のノーベル平和賞をもらってるんですよ。アホかと思いました。その翌年はその年だったかな。核なき世界をと言うただけですよ。で、オバマ政権8年間のうちに世界の核兵器級は倍増されてるわけですよ。結局あいつはノーベル平和賞に値しない、ただええかこしいで綺麗事言うてただけで、彼がですね、アメリカを支配した、アメリカを統治した8年間の間に世界は猛烈に不安定化しました。プーチンはですね、ウクライナを取りに行きました。習近平は南シナ海を取りに行きました。で、それに対してアメリカは手も足も出ませんでした。もうなんというか、まあ、8年間で世界は今の不安定さのもとをみんな作ったと言ってもいいんですけどもですね、そういうこうこともあります。で、おとといの15日ねですね、キッシャンという人はですね、まあ何事もですね、荒立てないことを荒立てないタイプですですね、まあまあ無難に無難にというだけが取り柄のおっさんですね。だから靖国神社に参ることもなく、あれ参っていればね、その1日前にですね、その不出馬を表明しましたけど、15日にですね、参ってですね、俺は出るんやって言うたらですね、まだ目があったと思いますよ。キッシャンというのはそういうところに本当にセンスがないんですね。人心というものをどうやって掴めとるかというところで、あの人は全然ダメな人ですね。
まあ、だから政治家としていまいち、まあ、二流なんですけど、まあ、一応3年間やりましたね。あの程度の人物でも3年間できるというのは、務まるというのは日本の総理大臣なんですよ。大したもんちゃいますね、ほんまに。まあ、それは A としまして、ですね、玉串料を出したりしました。これに対してですね、まあ、いろいろ文句言ってるんですけど、中国もですね、反発してるんですよ。これね、なんというかね、この、うじゃうじゃうじゃ文句言ってるんですけど、ちょっと読みましょうか。時事 .com ですね、16日、昨日の12時15分、日本側に反発、靖国参拝や玉串料、中国。中国外務省の林健副報道局長は15日、靖国神社に木原稔防衛省ら三閣僚が参拝し、岸田文雄首相が玉串料を納めたことに関し、歴史問題への誤った態度を反映していると反発し、日本側に厳正な申し入れを行ったと明らかにした。記者の質問に答える形で談話を発表した。これ記者の質問ってもうやらせですからね。林氏は靖国神社について、日本軍国主義が対外侵略戦争を起こした精神的な象徴だと非難。日本に対して侵略の歴史を直視して反省し、歴史問題において言動を慎むよう促した。歴史問題について、言動をしてませんよ、日本の政治家って、過去にそれをやった人がいてですね、えらい問題になるんで、なるべく言動しないようにしてるんですね。昔、日本は朝鮮にいいこともしたとかって言うたら、もう3日後にはクビになりましたからね、大臣が。もうそれは40年ぐらい前の話ですけどもですね。まあ、だからそういうこともあるんで、日本の政治家は歴史問題でほぼ口をつぐみます。まあ、ことを荒立てないというか、余計なことを言わないということですね。でもですね、日本の、かつて日本の国のためにですね、戦っていただいたですね、英霊に対して敬意を表するって何ほどその、やましいことはないわけですね。その戦いがですね、中国にとっては侵略戦争であったというだけであってですね、別に、そんなもん勝手にお前ら言うとれって世界ですね。人の国のですね、こういった宗教行事、準宗教行事にあれこれと文句を言うということ自体がですね、なんて言いますかね、レベルの低いことです。かつてのオバマ政権の、あと、なんていうか、あれ絶望しましたよ、こっちこそ。オバマってそういうことを言うのみたいなですね。あれ、オバマの嫁派のミシェルがですね、まあ、完全なパンダハガーなんですね。だからオバマ自体、日本に対しては非常にこう冷ややかでした。国賓で来日した時も一泊もせずに帰ってきましたね。晩餐会終わったら飛行機乗って帰ってきましたね。いや、民主党の大統領って大体ね、そういうやつが多いんですよ。綺麗事で日本を見ますからね。日本はかつての侵略者というふうに見るわけでして。まあまあね、めんどくさい連中で、共和党の方が現実的ですね。日本はパートナーというふうに見ますから、同盟国というふうに見ますので、そこから入ってきますからね。まあ、それはええんですけどもですね、いまだにね、日本の国内行事に対してですね、こうやって文句を言うということ自体ね、まあ、非常に、なんていうか、国家としてのレベルが低いというふうに見なしていいでしょう。そんなもん、日本は他人の国の国内行事に対して、あれやこれやと言いませんよ。で、本来、先進国は言わないわけであってですね、そのかつてのオバマのアメリカがですね、非常にレベルが低かったと。礼を書いた行いであったということはですね、言えるわけであってですね、日本の総理大臣はですね、躊躇なく靖国に参るべきであって、靖国に参ることがですね、なんでその関係お前らに関係あるのと、純粋な国内行事なんですよ、あれは。でもギャー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 言ってます。でもギャー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 言ってるということはね、いまだにね、日本を恐れてるということの裏返しなんですよ。そんなね、80年も前のことをですね、もうどうでもいいことでしょ、はっきり言って、ね。で、今の日本というのはまるで牙を抜かれた存在でして、この後中国に対して何かですね、軍事的な脅威を与えるということはまずありえないんです。でもそういう現実がまず見えていないということと、80年以上の前のことをまだビビってる、恐れてるということなんですね。まあ、だから彼らの怯えの裏返しというふうに私には映りますけどね。そんなもんほっといたらいいことでしょう。日本の国内のですね、行事なんていうのは。それぞれの国はそれぞれの国の価値観でですね、いろいろ行事をやるわけですよ。で、過去の戦争についてもですね、行事があるわけでしてですね、ほっといてくれと、ほっといてくれというよりも、お前ら別にお前らとは関係ないわという、そういう世界ですね。そこまでわざわざ言うというのは、彼らのですね、まあなんていうか弱さの裏返しというふうに私は思いますね。はい。ということで、このですね、
時事.com のアドレスを一応貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。